はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。さあ今回は現役縛りガチオーダーというのをやっていこうかなと思います。毎月恒例でガチオーダーを紹介していますが、現役選手のみでやってくださいという要望をいただくので、今回は現役選手縛りでやっていこうかなと思います。もちろん TSOB の選手は使いませんが、今回はワールドスターの選手も使いません。それではやっていきましょう。まずはキャッチャーから。キャッチャーは古田選手をガチオーダーでは使っていましたが、甲斐選手に変えています。キャッチャーはですね、基本代打を出そうと思っているので守備を重視した選考になっています。他にですね、守備要因として考えるなら、巨人の小林選手、阪神の梅野選手、こういった選手もいますが、やっぱり肩が一番強い、そこを重点的に考えて甲斐選手を起用しています。続いてファーストは浅村選手。本来守備的整備のビシエド選手を持っているなら、間違いなくファーストはビシエド選手です。ただですね、自分は守備的整備D のビシエド選手を持っていないんで、今回は浅村選手を起用しています。ファーストもですね、 D やって裏捨ても悪くないので、まあ十分かなと思います。またですね、山川選手、外選手、こういったアーティストの選手とも迷ったんですけど、今回は特能重視、広角優先ということで浅村選手を起用しています。続いてセカンドは殿崎選手。こちらはガチオーダーと同様、適正 A、 広角持ちの殿崎選手を起用しています。続いてサードは岡本選手を使っています。サードはですね、この中で一番候補の選手が多くて、他には中村選手、松田選手、宮崎選手、大山選手、堂林選手、高橋周平選手、村上選手などがいる一番の激戦区になります。サードはですね、アーティストのおかわりくんを使ったり、適正 A に乗っけることができる大山選手を使ったりと、完全に好みが分かれるポジションになってくると思うんですけど、今回自分はですね、広角を持っていて守備能力も悪くない岡本選手を起用しています。そしてショートは坂本選手。ショートは坂本選手一択だと思います。続いてレフトは柳田選手。レフトの適性はですね、吉田正尚選手の方が高いんですけど、現環境は外野手の肩がかなり重要になってくるので、ここは適性は低くなりますが、肩 A のギータを起用しています。続いてセンターは丸選手。こちらセレクションの広島丸選手ですが、自分ですね、巨人の丸選手をセレクションの丸選手に継承させたので、今回は巨人丸選手の代用としてセレクションの丸選手を使っています。まああまり能力は変わらないんで、ここは気にしないでください。現役のセンターは丸選手一強だと思います。適正 A も狙うことができますし、打撃能力、守備能力、特能、どれをとってもトップクラスの選手になってくるんで、センターは丸選手以外考えていません。そして最後ライトは鈴木誠也選手。他の候補で言うと適正 A の日ハムの太田大志選手、こちらとも迷ったんですけど、今回は打撃能力優先で鈴木誠也選手を選んでいます。そして DH は吉田選手です。現役で2人しかいない貴重な左打ちのアーティストの選手なんで、ここは吉田選手を採用しています。そして控え選手の紹介ですね。まずは右の代打として、外選手と山川選手、贅沢にアーティストの選手を2人起用しています。そして外野守備要員として、太田大志選手、 TS の福留選手には及ばないんですが、現役の外野手だとかなり守備能力が高い方なので、外野の守備要員として起用しています。そして左の代打兼控え捕手として、森選手を起用しています。まあ本当はですね、外選手か山川選手のどちらかに左の代打として村上選手を入れたかったんですけど、村上選手所持していないため、左の代打は森選手のみとなります。やっぱり打撃だとですね、現役のキャッチャーの中でズバ抜けていい能力をしているんで、控え捕手は迷わずに森選手を選びました。ということで現役縛りのガチオーダーはこんな感じになります。まあ、本当は入れたいんですけど、持ってない選手がちらほらいるため、完璧なオーダーではありませんが、今回はこういったオーダーでやっていこうかなと思います。ちなみに投手陣はダルビッシュ選手を変えただけです。ピッチャーはですね、 TSOB の選手より現役の方が強くなってくるんで、投手はあまり影響を受けてません。それではやっていきたいと思います。さあ守備陣はこんな感じです。まあ自分が特殊してないだけでですね、丸選手本来は適正 A 乗っけることができるんで、まあ守備陣はそこまで悪くないかなと思います。まあやっぱりファーストにね、ビシエド置きたいですね。さあいきなり打たれました。で今回の先発が山本由伸選手。山本選手ですね、私立で、おーそれも抜けるか、ゴリゴリ詰まってるのにどっちもライト前に落とされました。で山本選手ですね、シリーズ2でスプリットの変化量が1上がってます。なのでシリーズ2が一番強いですし、来年からですね、中継ぎ適性がなくなる恐れがあるんで、もしかしたら今シリーズの山本選手っていうのは永久保存版になるかもしれません。やっぱりですね、先発中継ぎどっちにおいても強い、中継ぎにおいたらさらに安定感がある、個人的には中継ぎがなくなると嫌なので、多分スピリッツ解放をしていくかなと思います。そして喋ってる間に1点追加。なんか詰まったりですね、ボール球を打たせたりしてるんですけど、なんかうまいこと抜けていくんですよね。だからあんまり打たれてる気はしないけど、点を取られているっていうね。
ちょっと嫌な感じですね。いやー振ってくれない。どうしよっかな。さっきカットボール打ち上げてたんで、ちょっとカットボール投げます。いやーと思ったらアップねーいやータイミング合ってますね。ここはもうツーシームで押し切ります。いやこれは取れないか。やばいな。さあもう3点も献上しています。いいコースじゃないこれ。いやなんか振らなくなったな急に。あよしオッケー。そして1番は固め打ち持ちの坂本選手です。さあ3点を取られているんでここは打ち返していきたい。いやーナイスボー。いやーギリギリ。そこねツーシームだと手出しちゃダメだし、ストレートだといい感じの球なんでなかなか手出しづらい。そして2番に吉田選手、現役のガチオーダーになってもジグザグ打線は健在しております。今回は右左右左の順番で打順を組んでいます。いやボール球だけで落ちて、よしオッケー。そして3番に浅村選手ですね。ここは本来であればビシェードを置いておくつもりなんですけど、まあ当たらないですね。まあシリーズ2の間に当てれたらなと思ってます。よしこれいったんじゃない。いやーギリ足りんか。そして4番はギータ。先ほど説明したんですけど、現役で左のアーティストは吉田選手とギータしかいないんで、まあ、仮に現役のガチオーダーを組むのであればこの2人はもう必須だと思います。いやー振り遅れてるかな。振り遅れてますね。そして5番に鈴木選手。あやばいゲッツーだ。うわーやらかした。現役のアーティストの選手はおかわりくん、山川選手、ギータ、外選手、吉田選手しかいないんで、まあどうですかね、来年アーティスト増えますかね。まあよく言われているので言うと、前も言ったと思うんですけど大山選手の弾道がもう完全にアーティストっぽいって言われてるんで、まあ大山選手がアーティストになる可能性はかなり高いんじゃないかなと思います。まああと誰かいますかね。多分変わるのであれば大山選手ぐらいかなと思ってるんで、他の選手はなかなかアーティストには変わらないかなと思ってます。よしオッケー。いや全部詰まってるんだけどな。というわけで1点差を追いかけていきます。さあ7番は丸選手。いやー行ってよかったな。今のはもったいない。さあ次来る球種はツーシーム。あー分かってたのに振り遅れた一番ダメ。あ7番が岡本選手か。ちょっと6番に丸選手でした。ちょっと勘違いしてた。サードもあれですね、日本代表の松田選手の代わりは誰がいるかみたいな問題がたびたび言われてましたが、今季に来てねサードの選手の能力がこれ入ったんじゃない。よしオッケー追いついた。危ねー。今年ですねサードの選手みんな結構いい成績残してるんで、日本代表のサード問題解決かなと思ってます。あーやばい打ち上げた。まあ、今はですね殿崎選手使ってるんですけど、来年ちょっと能力が落ちてやや使いづらくなったなと思ったら変えると思います。そして1番に帰ってきました。ちょっと延長行きたくないね。ここで終わらせたい。いやこういういやー詰まってるね。延長行っちゃいました。さあ延長行きましたが、もうずっとツーシームに詰まっているんで、もうここはゲッツー狙いに行きます。多分こことか投げたらセカンドゴロとか。振らなくなったな。一球ストライク入れに行きます。さあナイスボー。まあツーシーム意識してるときにあそこはなかなか手出ないですね。でもう一球ツーシーム。いや振らない。さあ代打出してきました福留さん。さあ左バッターの場合はそうですね、これに手出してくれるのが一番早いかな。ただ手出してくれない。さすがにツーシーム狙ってると思うんで、ここはスプリットで
ですね。いやどうだろう、今のスプリットが効いてたら次ツーシームが決まると思うんですけど、ここはスプリット続けます。よし、 OK。 ここはもうずっとゲッツー狙っときます。ゲッツー、これが抜けるんだよな、さっきから。いやちょっと左バッター投げづらくなってきたんでピッチャー変えます。やっぱりピンチの場面で言うと宮西選手、ただタイピンが出ません。まあタイピン出なくてもなんとかなるんじゃないかな。小さい方のボール球によし、 OK。 ここは絶対振ってくれる。でこの距離だと 100% タッチアップはできません。これに引っ掛けてよし、 OK。 なんとかなった。さあもうここは吉田選手で決めてしまいたい。初球ですね、初球。いやー狙いすぎた。あーボールやん、うまい。あでも抜けた。よし、 OK。 ということで5勝あざした。